はいどうも、ホソピーです。さて本日はですね、iOS の18.18ですね。まあついに正式リリースというところでですね、かなりいろいろな機能が追加されているんですけれども、まあその中でもですね、まあこれはね結構使えるんじゃないかとか、まあさほどそうでもないかなっていうものもあってですね、まあ私がですね、これは iOS 18どうしてもね試してほしいなというところで、厳選機能ね10選まとめてみましたので、まあこれはね、アップデートしたらぜひね皆さん試していただきたいなというところで参考にしていただければと思います。本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでこちら画面を切り替えてですね、まあ、設定からね、どんどん見ていきたいなと思いますけれども、まず一つ目がですね、アイコンの自由配置ですね。これがついにですね解禁されましたというところで、今まではですね、まあ、見ての通りですね、まあ、これ全部詰まってるからわからないんですけれども、左上からこのようにですね順番にこう並ぶっていう法則があったわけですね。でこれがですね、まあ、どう変わっているのかというと、まあ、例えばこれ2ページ目見ていただくとですね、まあ、上からこのように詰まっているんですけれども、まあ、下がね空いてますよね。でこの状態だと私左手で持つので、まあ、どう考えてもアプリって左下から詰めていくのがやりやすいなと、使いやすいなっていうのが、まあ、私の使い方だとね、そのように感じるわけですけれども、そんな時にですね、じゃあ例えばこのようにアプリを長押しをして、はい持ってきて、はい、ということでこのように左下、まあここね空白出ちゃうんですけれども、こんな感じでですね下詰めもできるようになりましたというところで、まあこんな感じでですね、まあ壁紙を生かすようにですね周りをね囲っていくっていうのもありだと思うんですよ。こんな感じで、はい、こういう風に真ん中を開けるようにしてですね、ちょっとなんかねこう詰まるようなところもあるんですよね。今までの配置をしているところだとこんな感じで、ちょっと今移動しちゃいましたけど、いかがでしょうか。真ん中だけね何かこう開けるようにですね、まあ、家族の写真とかねそういう待ち受け画面にしている場合には、まあ、顔がこう見えるようにですね、まあ、真ん中を開けて周りにねアプリアイコンを配置するとかっていうこともできたりしますので、まあ、このねアイコンの自由配置っていうところに関しては、まあ、個人的にはねこの iOS 18にしたらですね、まあ、まずね試していただきたいなというところの機能になります。これが1つ目ですね。はい、では2つ目なんですけれども、これはね、まあ、アイコンのカスタマイズですね。で、まあ、このアイコンを好きな位置に置いたらですね、今度アイコンをカスタマイズしましょうというところで、これも今までね自由性が非常に少なかったんですけれども、できるようになりました。でやり方としてはですね、このホーム画面を長押ししてですね、左上に編集というのが出てきます。ここをまあタップしていただいてカスタマイズですね。そうすると下の方にですね、まあ、アプリのまあカスタマイズの種類このように出てきます。でライトとかダークとか、あとはまあ自動っていうのもありますしね、あともう色合い自体を、まあ、例えばちょっとね黄色っぽくしたいなとかね、こういうアイコンにしたいっていう方もいると思うんですよ。そうすると、まあ、ちょっとこれ色反転みたいなね感じになってますけれども、まあ、こういう使い方も一つだし、私はですねもう本当にですね単純にこれダーク、はい、ダークモードで使っていきたいっていうところで、まあ、LINE のアイコンとかね、これなんかね、LIP でしたっけ？有料のプランになってないと、LINE のアイコンって、まあ、カスタマイズできなかったりとかってありますけれども、これ iPhone 自体の機能でですね、こういう風にいじっていくこともできます。で、YouTube のアイコンもね、なんか黒と赤で、ちょっとかっこいいなというところで、まあ、おすすめはこういう風にね、ダークで使う、シンプルにダークで使っていくっていうのがいいのかなと思います。ということで、これが2つ目でございます。はい、では次3つ目いきましょう。3つ目はですね、バッテリーのね上限設定が選べるようになったというところですね。iPhone の15シリーズ以降で結構ねバッテリーの項目がいろいろいじれるようになっております。で今回さらに iOS 18になったことによりバッテリーの上限設定ね、まあ今まで 80% か、まあ、100までやっちゃうかみたいなところだったんですけれども、まあ設定からですね、まあこのバッテリーの項目も上から、まあ今ちょっとね隠れてますけど、でも6個目ぐらいのところにバッテリーっていうのが出現しております。でここからですね、充電というところですね、
で、ここで見ていただくと 80% から85、90、95、100っていうのがあります。で、これ 80% までしか充電できないようにしておくっていうね、上限設定80ってありましたけれども、ちょっと80物足んなくないかっていうところで、これ 5% ずつこうやって刻めるようになったっていうのはいいですよね。やっぱね、90くらい欲しいなとか、100はさすがになくてでも、まあ、95ぐらいがいいかなとかね、やっぱ90ぐらいっていう方は結構多いのかもしれない、80ちょっと少ないじゃんっていうね、方もいたと思うので、ここはですね、このように 5% 刻みで上限の、設定を変えることができると、まあ私は100でいきますけどね、はい、まあこれがですね、自分でこう好みで変えられるっていうところは大きなポイントかな。まあバッテリーってやっぱりね、長く使っていくと劣化してしまうので、まあ、100まで充電するっていうのを繰り返すとですね、まあ、やっぱりバッテリーへの負担って大きいというふうに言われてますので、まあ、95とか90とか、まあ、このあたりね、お好みで選んでいただければいいのかなと思います。ということで、これ3つ目、バッテリーのね、上限設定でございます。はい、では次4つ目ですね。これはですね、サファリのね、まあ、便利機能というところで、これはね、結構使えるのかなと思うんですけれども、まあ、まだベータ版みたいな感覚がちょっとあります。で、サファリアイコン、まあ、これなんかね、ちょっとクラシックっぽいデザインになってて、やっぱダークモードって良くないですか。個人的にかなり気に入っておりますけれどもね。で、これサファリ開いてもらって、まあ、私のブログですけれども、ここからですね、まあ、例えばこういう、まあ、広告が出てきて、ちょっとこれ鬱陶しいなと、これまあ、非表示にしたいなっていう時にですね、この下のね、アドレスバーを出てくるようにして、この左隅にですね、なんかアイコンが出てくると思うんですけれども、これをまあタップしていただいてですね、一番上、気をそらす項目を非表示というところでですね、まあこれ広告を消すだけの効果ではなくて、こういうウェブブラウザ上に気をそらすようなもの、これ表示するのちょっと鬱陶しいなっていうものをただただ消せるっていうことでですね、まあここの部分、このようにタップして、ちゃんとこの今ね、広告部分が選択されてますけれども、これをですね、選択して非表示、はい、これなんか消えるフワーンというアクション、これってやっぱりね、アップルすごいなというふうに思いましたね。で、これまあスクロールしながら非表示ってできないので、これ一回完了して、で、その後このようにね、スクロールしていって閲覧をするというところで、またね、下に出てきました。で、これをですね、また消したいときには、このように気をそらす項目を非表示と、で、ここをタップして、ちょっとね、下の方まで結構幅広く選択しますけれども、これを非表示ってやると、また消えていくと。まあ、こういう仕組みになっております。はい、ということでね、この機能ね、いろいろウェブページで試してみてはいるんですけれども、消したい広告以外にもですね、まあ、サムネイルのような写真も一緒にね、こう認識してしまって、まあ、全部が非表示になってしまうとかっていう場面もあったりもするので、ちょっとね、使い方はね、注意が必要かなと思うんですけれども、なんか鬱陶しい広告とかそういったものはですね、まあ、消していくことができるというところで、何気にこれ神機能かなというふうに思いました。ということで、これが4つ目ということになります。はい、では次5つ目ですけれども、コントロールセンターのね、カスタマイズですね。これもね、ぜひやっていただきたいなと思います。結構ね、変わってますね、コントロールセンターで。コントロールセンターですけれども、このダイナミックアイランドより右側ですね、まあ、こちらからですね、まあ、上から下にこのようにスワイプしてくると、すぐに表示させることができるわけですね。で、全体的なデザインがちょっと丸っこい感じにですね、柔らかい感じに、まあ、変わっております。で、今このハートマークがついておりますけれども、まあ、お気に入りのコントロールセンターというところで、ここはですね、まあ、自由にね、カスタマイズしていくというところで、あとデフォルトで3個ぐらいね、カテゴライズされているんですよ。で、2つ目がですね、これ音楽だけというところで、これだけで1ページ使っております。で、1ページちょっと削除しちゃったんですけれども、通信関係だけがまとまっているっていうところで、まあ、Wi-Fi とかモバイルデータ通信だとか、そういったページもね、ありました。まあ、ここもですね、ちょっと気に食わなければ自分でですね、一個一個ね、このように作っていくっていうこともできます。で、やり方はですね、ここを長押し。そして、まあ、このようにアイコンがね、まあ、マイナスマークが出てきたりとか、あと下の部分にですね、コントロールを追加出ますので、まあ、これをタップしていただいて、この中からですね、まあ、ボイスメモとか、あとはまあ、結構大きめなね、こう、ウィジェット、まあ、翻訳とかよく使うよっていう方は、こういったものを取り入れていただいたりだとか、あとはですね、まあ、インスタグラムとかこういったね、ワンタップでアプリに飛べるようなものをね、配置したりっていうところがあります。まあ、こういうコネクティビティとかね、このあたりも結構使う方多いと思うんですよ。で、これは私はですね、もう一番上のページにもう入っちゃってるので、まあ、改めてですね、下の方にね、作る必要はないんですけれども、まあ、1からですね、まあ、コントロールセンターを立ち上げて、
便利なものを集めておきたいなっていう方はですね、まあ、この3ページにわたるコントロールセンター、非常にですねカスタマイズ性っていうのが強くなってますので、このあたりを一から構築していってですね、まあ、ホーム画面1ページプラスもうコントロールセンターでねどんどん操作していくっていうような使い方もありだと思いますので、ぜひね試していただけるといいのかなと思います。ということでこれが5つ目でございます。はい、では次6個目ですね。これはですねメモアプリで計算が可能になっているというところで、この純正のですねメモアプリの強化というところになります。私もですねこの純正のメモアプリは、まあ、かなりね、重宝して使っておりますけれども、まあここでですね、まあ例えばね、まあいろいろ文字を入力していく、まあこんなことはですね今までもやっていたことなんですけれども、ここでですねじゃあ計算をちょっとね入力してみようかなと、まあ例えばね今日はねちょっと簡単なですね計算にしておきましょうか。35+56、これをイコールっていうふうに打つと、はい、自動計算91っていうのが今ね黄色い文字で出てきました。こんな感じでですねメモアプリ上で、まあ、計算をしていくこともできるということがですね、まあ、パワーアップポイントですね。それとちょっとこれね画面が小さいので何とも言えないんですが、これは iPad とかの方が非常に便利に使えると思うんですが、まあ、手書きでもですねちゃんとね認識するようになってます。まあ、ここに文字書きモードに今変わりましたけれども、例えばですね81+42、はい、81+42、問題を解くってやるとですねちゃんと今計算してくれました。ここやっぱねあのディスプレイがこのように小さいので、なかなかねこれを活用していくっていうのは Apple Pencil を使って iPad を使っているっていう方に、まあ、限定されるのかなと思うんですけれども、まあ、結構ちっちゃめに書いたりすればですねこういったところで iPhone でも活用していくことができるのかなというところになりますね。ということでこれ6個目ですね、メモアプリで計算が可能になったよっていうところですね。はい、では次7個目ですね。これがですね計算機アプリがパワーアップしておりますというところで、この iPhone の計算機アプリもですね私かなり使うんですよ。で自分はねどこに置いてるのかっていうと、このねホーム画面上にはですね基本的に置いておりません。置いてる時もあったんですけれどもね、一番いいのはやっぱりコントロールセンターかなというところでここに配置をしております。でここからですね計算機、まあもちろんこうやってねいつも通り計算をしていくっていうことができますよね。iPhone の、まあ、価格124,800円だよな、そこからねまあなんやかんやで 5% くらいポイントバックだから実質こんくらいで買えるかなとかね、まあなんかそういういろいろとですね川残用をすると思うんですよ。でこの計算結果、この左上のところにですねちょんちょんありますよね。ここを押すとこのように、はい、履歴が出るようになりました。これねかなり大きなパワーアップポイントですね。いろんなね計算、料金計算したりだとか、何か物を買うときに比較して計算していくとかね、何パーセントをかけてどうのこうのとかポイントがとかね、そういった履歴がね残りますので、こういったところを使ってですね活用していくっていうのもねありですよね。そしてこのね左下のところにですね計算機のアイコンがありますけれども、これをまあタップすると、まあ例えば換算というところでお金の換算をすることができます。韓国ウォン、はい、韓国旅行行こうかなという時に、じゃあ日本円で10万円分をウォンにしようというふうにすると 937,801 ウォンになると、まあ、こういうね、計算が出たりとかですね、これを出すことができます。換算は、まあ、オンオフの切り替え。そして、あとは、まあ、価格計算っていうのをオンにすると、まあ、これ横画面でね、出てたかなと思うんですけれども、まあ、かなり複雑な計算式を用いた計算っていうものをね、することができると。まあ、これがね、純正の計算機アプリで、縦画面でもできるようになってるっていうところはね、まあ、大きな進化なんじゃないかなと思います。ということで、計算機アプリですね、普段からね、かなり使ってる方はいると思うんですけれども、履歴を使ってみたりだとか、こういったですね縦でもいろんな計算をすることができるようにパワーアップしておりますので、まあ、ぜひ活用していただきたいなと思います。ということでこれが7個目ということになります。はい、では次8個目ですけれども、これはねメッセージアプリのパワーアップというところになります。でこれメッセージアプリ立ち上げてですね、まあ今ね、例えばこれ、もう一つの私の端末宛にメッセージアプリ送るかなっていうところで、テキストメッセージ SMS って出てますけれども、まあこの状態だとね、まあ、iMessageではないので、まあ本来の機能をね、出せないのかなというところではあるんですけれども、まあ今例でですねちょっとメッセージをこう打ちますというところで、まあ、これをですね、まあ、今までこの送信ボタン、これをこのように押したりすると、まあ、このエフェクト、
スクリーンとかですね、いろいろとね、変えたりっていうのができました。これはね、今まで通りできるというところになってます。で、スクリーンにして、さらに横スライドするとですね、まあ、これ意外と知らない人もいたかもしれないんですけれども、まあ、こんな感じで風船飛ばしたりだとか、あとは紙吹雪だとか、ハートとかですね、まあ、レーザーとか、花火とかね、こういうのね、実は送れるんですよ。で、これは元々できたものになってます。はい、アイメッセージにね、今切り替えてみましたけれども、まあ、この状態でですね、あっていうのがね、出てきました。で、これをね、押すとですね、このように文字をね、強調したりとかですね、震わせたりとかですね、いろいろとね、こういうのができるようになっていると。まあ、このあたりはね、進化ポイントなのかなと思います。アイメッセージね、いろいろね、楽しめたりするんですよね。で、プラスボタンを押すと、ここで後で送信とかね、これは出てきました。で、これをやると、まあ、例えばもう3日後とかね、そういったところで送るっていう設定もできたりとか、いろいろとですね、このいったね、機能も使うことができますので、アイメッセージの活用っていうのもですね、まあ、かなりね、広がったのかなと思います。ということで、これが8個目ということになります。はい、では次、9個目いきましょう。これがですね、アプリをね、隠すことができるようになりました。まあ、非表示というところで、まあ、普段使っているけれども、あんまりこう見られたら嫌だなっていうようなものですね。ちょっとあんまり見られたくないなっていうものもあると思うんですけれども、そんな時にですね、まあ、このアプリの隠す機能っていうのはね、いいのかなと思います。で、やり方はですね、このね、非表示にしたいアプリを長押ししていただいて、Face ID を必要にする。まあ、ここをタップしてください。で、そこからですね、下のところですね、非表示にして Face ID を必要にする。ここをね、タップして顔認証をすると設定することができるわけですね。はい、顔認証したらですね、このようにアプリを非表示っていうものがあります。はい、消えちゃいましたね。消えちゃってどこ行ったのかっていうと、ここにね、非表示っていうものが出てきまして、やっぱりね、何もないんですよね。で、ここを押すと、今顔認証を求められてるんですけれども、顔認証に成功しないとですね、ここのね、非表示欄に何も表示されないというところになりますので、まあ、かえってね、これ何非表示にしてんの何とかっていうところで怪しまれる可能性もあるんですけれども、パッと見ですね、ホーム画面上に、その該当のアプリを表示させなくするっていうこともね、できるので、これもですね、結構ね、使う方は多いのかなと思います。ということで、これが9個目でございます。はい、では最後ね、10個目ですけれども、これもね、意外と私も使ったりするんですけれども、まあ、このね、アクションボタンに私、設定を入れておりますけれども、ここを長押しすると、はい、このように、フラッシュライトね、ここにですね、フラッシュライトの機能を割り当てているんですけれども、だいぶなんかね、このアクション画面っていうか変わりましたよね。で、これ、まあ、このように上にしたり、下にしたりっていうところで、ライトをね、暗くしたり、明るくしたりっていうのがあります。かなりね、なんかスモールライトみたいな感じで、指向性のあるね、表示になってますけれども、これ強い光でまっすぐ照らしているんですよ。で、これをね、ちょっと横にやると、こんな感じでですね、光をね、少し広げるっていうこともできるというところで、まあ、広めに明るくしたい場合と、このようにね、スポットライト的に使いたい場合っていうところで、まあ活用の幅がちょっと広がったのかなというふうに思います。まあそこまで劇的にですね、遠くまでバーッとね、照らせるようになってるわけでもないですけれども、光のね、この絞りをですね、変えることができるっていうところで、これもね、意外と使うのかなというふうに思います。ぜひね、使っていただきたいなというふうにはね、思いますね。ということで、以上10選でございます。細ピーチャンネル。はい、ということで本日は iOS18 にしたら絶対使ってほしい機能の10選というところでね、まとめてみましたけれどもね、いかがだったでしょうか。で、まあ、機能もっともっといろいろあるんですけれども、例えばゲームモードとかね、まあ、これ自動的にオンになってるので、そのままね、オンで使っていただければいいのかなと思うんですが、私基本的にあんまゲームやんないので、ゲームモードの恩恵はですね、まあ、ほぼないのかなっていうところでね、まあ、最後にちょこっとだけ話すだけにしますけれども、あとね、ロック画面のカスタマイズで、カメラとあとライトですね、まあ、それがですね、ロック画面上ですぐに立ち上がるように2つ配置されていたものを別のアプリに変えるっていうのができるんですけれども、ロック画面をいじくって何かを立ち上げるっていう、まあ、その時間があるんであれば通常通りホーム画面まで立ち上げた方がいいんじゃないかなと思うので、まあ、ロック画面カスタマイズはね、ちょっと触れなかったかなというところですかね。まあ、あと写真アプリ、まあ、これも結構大幅に変わってるので使い勝手がですね、慣れがちょっと必要かなと思います。劇的に使いやすく
くなったなっていう感覚はパッといじった感じだとなかったです。どちらかというとちょっと慣れないので、あれなんかこれ今までと違うなっていう感覚の方が強かったかなと思いますけれども、まあ皆さんもですね、iOS 18にしていただいたらですね、まあこんな紙機能あるぜとか、これいいよっていうものあったらですね、ぜひね、コメントで教えてください。ということで本日はね、以上で動画終わりにしたいと思います。この動画役に立った面白かったと思っていただけたらですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。